始まるよ始まるよ始まるよ。はい、コーンアロマ、桜のアロマです。あ、大気ありがとうございます。コーンアロマ、さっき地震すごかったよね。あのなんか長かった感じがする。関東と東北でかな、地震があったみたいで。コーンアロマ、コーンアロマ、皆さんコーンアロマありがとうございます。大丈夫だった？みんな、あの無理して配信見ないでね。東北が一番強かったのかな。宮城県沖とかだった気がする。震度5とかあったのかな。こんあろー、はい、というわけですね。ね、大丈夫だった？大丈夫そう？結構長かったみたいな。ね、地震嫌だな。まあ、好きな人なんてね、いないと思うけども。あ、コーンアロマありがとうございます。遠いから分かんなかったそっかそっか、まあ、それはそれでね、何事もないのはいいことだからいいのかもしれない。前回はなんだっけな、俺んとこは揺れなかった、よかった。シェリーちゃんとようやく会えたんだけど、なんかタイラントにすぐ追ってこられて、なんかまたあの変な怪物みたいなの一回倒したのか、いや下に置いてた、降りてたやつが出てきて、なんかエレベーター落とされて気を失っちゃって、
目覚めたらなんかシェリーちゃんのお母さんがいて、どこ行ったんだろうみたいなね感じだったかな。あ、太郎さん初見です、よろしくお願いします。いらっしゃい、桜のアロマと申します。主にホラーゲームをねプレイしてます。よかったらゆっくりしてってください。5弱くらいだった、うん、結構強いよね5弱ね。赤木さん遅れた、コンアロマ、コンアロマです。全然まだ始まったばかりですがありがとうございます。はい、月恋さんかな、コンアロマ。さあというわけでいきますか。あ、待って待って、こっちがこっち、あ、待って、間違った、待って、バカ、もったいないことした。ちょ、しょっぱだからいろいろやりかす。ちょ、待って、ナイフだと今思ってた。あ、ゆるさん、こんばんは。全然、今のは見なかったことにしていただいて。え、何もなかったよね。違う、あっちだな。何もなかったです。なんもなかった、今。みんな何も見なかったよ、今。あれ、待って、いけないんだっけ？シェリーちゃんを探しに行くんだよね。何も見なかったよね。みんな何も見なかったよね。気のせいだよね。あ、こっちか。ホールド？はあ、かっこいい。目の前が光ったこと以外何もなかったです。ね、そうだよね。そうだよ、何もなかった。Can you help me? Can you help me? え、ちょっと待って。発音が。おはようございます皆様、よく起きれましたね本当。ちょっと私朝が弱いもので起きられるか非常に心配してたんですが、よかったですね、無事始めることができてありがとうございます。朝の貴重なねお時間に来ていただいてね。でちょうどまたたきしてた、ね、そうだよね。まあここ行くの、何ここ、仮想水路。お茶目アロマ。何これ、またなんか刺さないといけない、あ、なんかあるね、ブルーハーブ、ブルーハーブ。でも取っといた方がいいのか、はい、今来た、コンアロマ、コンアロマです。待って、ごめん、お名前がさかっこよすぎない、ヘビにバレにノに奏でに命、え、それでなんて読むんですか。あ、カメラがあ、浜かんざしさん14時出勤なのでこの時間ありがたい、よかったです、ならよかった、11時に起きた甲斐があるというものですね。え、青ハーブの活躍くんの、毒食らうってこと、嫌だなぁ。え、じゃ準備してた方がいい、来る、てかこっちでいいの、あっち側何もないのかな、なになに、なんか泡ブクブクしてる、やだ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 、あー、汚いっつって出てこないよね、上がればいい、聡明さん、あ、そっかそっか、最後のね、最後のところ、なんか聡明さんって聞くとすごいかっこよさから綺麗さが出ますね。いやー、これは使えないね、こちらは、あー、うん、一方通行ですかね。え、なんか乗り物あるよ、電車みたいな、ケーブルか、いやめっちゃバチバチ、アンブレラ社のマークあるね、あ、そっか、ここだってシェリーちゃんのお母さんアンブレラで働いてるみたいな言ってたもん、ね、アイテム探し、赤いところですね、赤いわ、ここにあるのかな、じゃあ
ふざけんなよ、マジで。急に出てくるなよ、ほんとに。どこ行った？え、隠れてるでしょ？あ、いるいるいる。ここから撃てないの？おー、いい、いい。おー、いい。ねえ、撃てない。あや、来て。これ入った方が早い？え、食らってない？もしや。食らってないな、これ。え、2体いない？ねえ、どうしよう、これ。なんで2体もいんの？もう私今ナイフ持ってないんだよね。あー、出た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 。もうこれわかんないんだよな。どっかにヒントあるんだろうけど、アンブレラ本社宛てのメールの写し、オーエンズ室長、ネスト内に警報と悲鳴が響いている。何が起きているかわからない。銃声がする。所長とは連絡が取れない。私たちは閉じ込められている。一刻も早く救助を。最悪の事態だ。ネストがウイルス汚染された。ありえない。フェイルセーフシステムが起動しない。外部からの干渉？それしか考えられない。だがなぜ？マイヤーとキムが死んだ。咳が止まらない。どうして連絡をくれないんだ。そうか、あなたたちが。オーエンズ室長、新しい人だよね。所長とはまた違うからね。死なないんだよな。いやー、ちょ待って待って、マジ弾がもったいない。ここ降りるっぽいよな。ちょっと待って、その前にアイテムある。ね、アンブレラの方、所長さん、うん、いやもう、アイテムある？アイテムある？ちょっと一旦もう降りるか。え、一旦降りたら戻れない、これ。いいんだよな。え、アイテム。あ、アリスさん、こんばんは。全然まだ始まったばかりですよ。ちょっとアイテムがね、見つからなくてあれですけど。あったあった。なんだ。はあ。ってことはそういう敵が来る。え、まだある？先に足を打つといい。なるほど。なるほど。勉強になります。そしたら遅くなるのか。え？あー、だよね。びっくりした。あと、え？あ、そうか、ここにあるからか。じゃあいいんだ。行こう。しゃあない、やれば。うおー、高いね。結構かっこいいな。ですよね、ロックされたロッカーがあるとね。What's this? Sherry? Why didn't you stay in the house? It was safe there.Hey, Sherry! I was scared. Those things were everywhere, and... You should have called the police. That's what we taught you.
I did, but nobody came and you didn't answer your phone, so... Sherry, I don't have time for this. Sherry ちゃん大丈夫？結構疲れきってね。なんか、Sherry, I'm coming. 大丈夫じゃなさそうだね。そこで？うん。ここはどこ？あ、セーブポイント。あやさん、こんばんは。ありがとうございます。ちょっとシェリーちゃんをね、助けに行くところみたい。毒のやつは持ってた方がいいよね。ガンパウダーいか、このままで。とりあえずです。あー、なんかある。下水道建設会社のパンフレット。 CEO からのご挨拶。この度は我がナイツコンストラクションカンパニーに興味をお持ちいただきありがとうございます。弊社は20年にわたり様々な都市の下水施設を手掛けてまいりました。長い歴史の中で我々が大切にしてきた2つのもの、それは遊び心と高いデザイン性です。地面の下に隠れている設備だからといって最低のデザインである必要はない。我々はそう考えます。クイーンより優雅で、ナイトより洗練され、ポンのように愉快な我が社のなんだっけ思考、皆さんへ最高の勝利を届けすることでしょう。え、チェストが全然わからないんだけれども。あ、 USB いらない？じゃあ置いていくか、これね。硫酸弾ってもっと持ってた方がいいんかな。一応持っていくか、いざという時の。で、あとはここら辺は、あ、銃、ありがたい。ある程度取ってからセーブ。あー、ここ行くところかね。比喩表現豊かだね。私そんな表現できないもん。こちらは、何？何、またその仕掛け。これポーンとかのやつ？え、これ抜いちゃっていいのかな？持ってった方がいいんかな？あ、練り梅さん、こんばんは。まあ、まだ全然始まったばかりですよ。シェリーちゃんはね、なんか救出しに行かないといけないみたいです。待って。遊覧券エリアのロック解除方法。業務引き継ぎ時の混乱により遊覧券エリアへの扉のロック解除方法が失われました。扉は各端末に対応するプラグを差し込むことで解放されます。正しいプラグ位置をご記憶の方はこの掲示板にて情報の提供をお願いします。持ってかなくていい？抜いちゃった。どっちがどっちか分かんないな。いいか、じゃあとりあえず差しときゃ。だってどうせ後でここ使うんでしょ。じゃあ別にね、後でなんか一つ入れればいいってことでしょ。ルークはナイトと同じ壁面だったはずだ。ビショップとクイーンは隣じゃなかった。クイーンとルークは向かって、やばい、そういう謎苦手。得意なのがむしろあるのかってね。あ、ゆいさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、そういうこと、ここで使うってこと？今？あ、これをやれってこと？え？待って。ルークはナイトと同じ壁面だったはずだ。まずさ、これ取ったらさ、わかる？わかんないな。わかんないな。あ、結局足りないは足りないんだ。そうですよね。全部揃えてから謎を解けということですね。じゃあ一旦放置しましょう。
じゃあ全部しちゃって、あ、全部じゃない、ここ、え、ビデオテープ、ちょ、セーブだと思ってた、そっち実家にね、はい、ちょっと一旦帰らせていただいて、はぁ、で行くか。うん、え、地図ある、これか、はい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 、じゃ行くか、よし、え、これってつけていいの、私も何が何だか分かんないね、分からないよね、諦めなよ、どうしてすんの何、あき、え、それは、え、何、諦めない、諦めなよ、諦めるんだ、え、そう、一旦諦めようね、え、待って、あつくんのどっちなんだよ、諦めるの、諦めない、違う、揃ったらやるよ、私もまだ揃ってないから、うわ、なんか、ど、どこの声、これ下、下水道にいんの、あっちにもつながってるし、こっちにもつながってる、どこ行けばいいんだ、とりあえずこのフロアの探索了解です。これ赤とさ青ってさ一緒に行けたよね、あ、はいはいはい、これに緑を足せば良き感じ、いやー暗いな、何なんだ今、工具差し込めるやつだ、今なんか落としなかった、落とすんだよね、リストタグが必要です、なんかが必要みたい、この音か、なんかビリビリって動かしそうだね、あ、お昼食べてきます、いってらっしゃい、あ、アルーさん初見です、いらっしゃい、桜のアロマと申します、ホラーゲームをね中心に実況させていただいてるんですけど、ハクアさん、コンアロマ、全然全然、まだ始まったばかりみたいなとこですよ。なんかね、シェリーちゃんとね、会ったんだけど、結局離れちゃって、で、なんかね、倒れちゃったから、それを救出しに行こうとしてます、今。納品書。ご注文いただきました以下の商品を指定の場所に搬入しました。耐熱金庫？会場番号は金庫側面にチョークで記載しました、実際にご使用になる前に消去お願いします、金庫どっかにあったっけ、記憶力がな乏しいんだよな私あの音やだ、ガシャン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 、ほんと、やばい、また迷子なりそうだなこれ、え、ここもドアある、暗くない、下だ、いや行くしかないか、ゾンビアロマさんにしか興味ないから大丈夫じゃない、やだよむしろ私に興味を持ってくいるね、足打つか、いや待って、一人じゃなかった、
ったくやだね、本当にすぐ握手しに来るんだからねえ、まだ死んでない？ちょっと失礼、踏み…ちょ、マジで踏んだのは悪かったよ。すぐナイフ使うから、もう生きてない？生きてないね、生きてないね。いや、生きてるわ。あ、待って、ハーバー、ハーバーあった。これを組み合わせて、オッケー。その一人じゃないからマジやだな。こっちか。で、足で握手された。え、もっと下あんの？うわーね、この人もどうせ受け感じゃないの。あとはないか。え、こっちもいけんの？何の音今の？生まれるのはご褒美だ。そう？じゃあ良かったかもしれない。あ、ここ開くんだ。いやー明らかに行きたくないけどね。いや何、なんかいろいろ流れてきたよ。やめて、水を汚すのはやめて。いや、こっちから行きたくないな。でもどっちにしろ行かないといけないんだけどね。一旦こっち行こうか。これさせそうだしね、さっきのやつで。これね。アロマさんに生まれた。ゾンビイコール砂利？そうだよね、その感覚に近いと思うわ。いやいや、失礼だけど。ゾンビに構ってられないよね、もう。シェリーちゃんを助けないといけないからさ。上に行く感じ？え？いや違うわ。うん？いや階段あるもんな。鍵？どっか鍵使うとこあったっけ？ご褒美を求めて追いかけるゾンビの皆さん。ありがた迷惑。え、待って、もうこれ下も行けるよ。え、待って待って、行きたくない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 。高くない？ここも。出てくんなよ、ほんと。BGM が変わった。出てくる。感じする。いるな、なんかゾンビ可愛く見えてきますね。うそ、そんな、そんなことないでしょう。壊れてる？あ、壊れてんだ。じゃあいけないんだ。なんだなんだ。じゃあ戻ろう。広いなぁ。いや、ここはさ、でもさ、ハーブあるね。この音楽本当やだね、本当やだ。アロマさんは S 説。どうなんだろう。でも人間ってさ、両方持ち合わせてるって言うよね。 S な場面っていうかね、 S になる時もあるし M になる時もあるみたいな。こっち行くか。まだこっちの方がマシそう。愛の逃避行。あっちって何もないよね。え、ないよね。なさそうだよね。じゃあこっち行くか。あ、アンさんこんわろう。また外にいますんで、まだ見れないです、すみません。あ、全然全然。あの、あ、カメラゆっくりゆっくり
ゆっくり戻ってきてください。お待ちしてますが、焦らず落ち着いて。なんか音すんだよな。ねえ、音する。あそこなだけ。待て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 、それはでかすぎ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 。アフノコさん、あ、コンワロ配信始めてきました、ありがとうございます、頑張ります。今ちょうどなんかでっかいのが出てきたんですけども、でもこれバックしても、いや一回バックしよう。一回バックして、あれこっちってでも行ったところ、あ、行ったところ、いや、ん、あ、行ってないとこだ。グレランじゃないと倒すのめんどくさい。あ、なるほど。じゃあこれをね、いっぱいあるから惜しまずに使えってことですね。了解です。とりあえず逃げられるときは逃げよ。あ、プロフェッサーブイトさん、ハロー。 I'm アロマ桜の、待って、ここ戻ってきたな。じゃあやっぱあっち行かないとダメだ。待って、で R1 の方にしとこう。あ、ゾンビに大人気でも何も嬉しいですね。一発で死ぬのかな。大丈夫そう。ヘイ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 。恥ずかしがり屋さんかな。シャイってことね。え、あんなん。絶句よ、もう。へいへいへい。え、待って、どっち、え、こっち、こっちか。でもまだ一発でさ倒せるんだったらありがたいかも。上手に焼けました。モンハンみたいなね。お肉焼くところ、アイルかわいいよね。なんかある。うわー、虫ー。おお、びっくりした。あ、え、あ、えー、
や、うん。メラルーも可愛い。あー、メラルーも好き。待ってねー、なんでこんなうじゃうじゃいんの。ないわあ、やばい、外しちゃった。落とせばいた。アイラブオートセーブ。わかる単語。ちち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 くっそマジで覚えとけよこいつ。死んだ？さすがに。もうハーブ貴重なんだから。あやー、サイドパーク、やったー。また増えた。何これは、名前？フィルムだ。え、なんかKさんがすごい仕事してくれてる。 Excuse me, I'm not very good at English. Someone who is good at English we can later. So I hope you enjoy it and then なんかわかんないけどありがとうございます。ね、なんでさここ食らわないの。食らってないよねここね。ありがとうございます。もうチャンネルに本当翻訳家さんが2人もできる。 ありがたいよ本当に。え、食らわなかったよね、だってさっきさ。ナイフがねないんですよ私。多い多いぞ。ナイフがナイフ。え、本当それね。ねえ、死んでない？ね、踏むのさ逆に怖いんだけど。オッケー、行こう。あーはー。ここ当たってない？弾が。ここ取っていいとこ？取っちゃダメなとこ？いや、足までやってない。みんな同じ人に見えちゃう。まだ死なない。弾が。おお、立ったな。あいや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 。弾がこっちでよかったな多分。くっそマジで確認してから。いや。
りあえずこう、え、いけない？あ、違う、キー持ってるじゃん私、ここじゃない？ヘイヘイ、ふぅ、ここは何の部屋？ガンパウダー組み合わせるか。ああ、強化火薬もあったんだ。そっちでもありだったけど、まあまあまあいいでしょう。ゾンビは何種類かのパターンしかいません。なるほど、そっか、じゃあみんな同じ人なんだみんなではないけど、ちょっと食らっちゃったな。でもまだ使うのもったいない。ん？赤くないよね。オッケーオッケー、ここはそれだけ。のんのんさんこんにちは。いやまあ、桜のアロマです。ヘッドショットが苦手です。クレアさんがマジで攻撃食らって苦しそうだ。で、ここ取っていいのか？ここ取ったらどうなるの？むしろ。あ！はぁー。まあでもあっちにも用ないよね。そんなことなかった。あっち、用ある？もしや。わかんない。エレベーターがある？じゃあダメだ、取っとかないとね。ガンパウダー代は弾が倍作れる。なるほど、さっきのがそうだったのかな。これが、こっちがエレベーター、あー、んー、下か。でもあっち側も行ってないんだよね。これ下でしょ、だって。なにこれ、だよ、ナイフだ。いやー、下できれば行きたくないんだよね。行かないとダメ？また変なんでできそう。一旦上から行っていい？なんか地下にいい記憶がない。ね、下水道でアトラクション作れそうだよね。あっち側行ってない？ナイフはやっぱテンション上がりますね、ちょっとね。あー待って、ここ行ってない。ここも外せると。そう、下であれば下であるほど怖い。ここは、ここは、うん。え、またフィルムある。所持品がさ、なんもない。なんかある、すごい、弾は豊富。ほんとだえ、私も、うん、そう、すぐそういうことするんだよ。ダイヤの鍵いらないね。なんで持ってきたの、むしろ私。もったいなさすぎ。ここがエレベーター？はあ。今は、なんかある、ジャズフェスティバルのチラシ。何？え？ S と ZZ と F にさ丸ついてるけど、これヒント？そうでもない。S と Z と F 覚えとこう。ガンパウダーか。ガンパウダーとこれ組み合わせちゃおうか。オッケー。
よし。で、反対側にしとこう。エレベーター行きますか。下行くよりははるかにマシ。エレベーターは文明のね、利器みたいなところですから。 SZ、 あー、ネルメさんナイス。そう覚えといて、 SZF。 ん？ああ、上登れるんだ。スクショありがとう。ここはどこへの？地下階段。おお、いけるね。とある人海人さん、知り合いから急に呼び出し食らったんで落ちます。戻れたら戻りますけど、無理だったら夜の部分に来ます。おつわろです。あー、おつわろです。ありがとうございます。結局、いや、でもここはまだ下が水じゃないだけマシ、暗いだけ。これは、え、これ USB じゃないではないのかは、うん、まあでもどっちにしろ今 USB 持ってきてないからね。なんか形が似てた、 USB のしまった状態の形に。あ、 USB、 あ、やっぱそうなんだ。ありがとうございます。あー、こちらは？ちょっと今何にしてる？あ、OK、こっちの弾丸がいっぱいあるから。一本道。急に出てきたりしない？見たことある場所？もう私見たことある場所ばっかなんですよ、本当に。もうあーあーあーはー、変なやつと戦ったところかな。これこっち行っちゃって大丈夫？もう行けそうだよね、ここ。あ、行けない？あ、行けないわ。なんだ、じゃあ戻るしかないんだ。はあ。はいはいはい、初めてシェリーと会ったところ。なるほどなるほど。なんか、隠れてたんだよね、シェリーちゃんが。誰かいるの？って言ってたら走ってて。怪物がいるの？みたいな。あなたの後ろに、みたいな。あ、沢谷の息子さん、おはようございます。おはようございます。無事起きられましたか？ちょっと私も無事起きられてよかったなって思ってるんですけどね、パパと戦ったところ、もうあれはパパなのかちょっとね、よくわかんないところではあったけど。待って、私こっち行った？行ったよね。あ、でも行ったけど、とりあえずエレベーターだから戻るしかないんだ。はあ、ゴーさんこんばんは。これこっちじゃないな、これはこっちか。え、ここ行ってないところだ。ここ行ってないところ、アイテムボックス。ダイヤの鍵をしまって USB 持ってこう。で、あと何？コンバットナイフ必要だな。フィルム使う？
しずくさん、コーンアロマ用事あったので来ました。いらっしゃい、ありがとうございますね、ここでアイテム整理しましょう。今日も癒しありがとう。本当ですか？癒せてますなら何よりです。あ、これもう使わないんだ。じゃあいいや。フィルムわかんないけど持っていくか一応。はあ、はい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 、なんかね見た覚えがありますよと。ここは地下のとこか。実家、あ、現像に行きましょう。なるほど。もう私現像する場所も定かじゃないんですよね結局戻るんだねここに。いや、そりゃそうか。そうだよな、そりゃそう、私の家みたいなもん、実家。だって現像するとこ、現像するとこってどこだっけ。このカメラマークのとこじゃないわ、これアイテムボックスだ。え、現像用の流し台、これだ。ってことは、右側に行かないといけない。西側オフィスからだね。マービン、西側オフィスから。行って。右側行って。アラマさんの実家の中ご挨拶しなきゃ大丈夫だよ、誰もいなかったから今。で、こっちか。まだ立花いる？なんか立花やっといた方がいい気するよね、タイランド来たら。お願いだから目の前には現れないでほしい。の右行って。タイランとパパ倒…え、あれ倒したことになってるんですか。なんかえぐられてたよね。あ、そうなんだ。パパ強ない、そしたら。の、こっちか。こっちだな。はいはいはい。で、隠し場所？同じようなところがありすぎて私もう全然わかんないかもしれない。なんかセブンは意外とわかったけど、暖炉とかなんかあのマネキンとかわかりやすかったから、これもなんか全部同じ場所にしか見えない。リカはアロマさんの愛犬だからタイランと戦ってくれるかないつから愛犬になったんだよ。愛犬だったらさ、もうちょっと可愛がるよ私。まあそうですよね、警察署の中。なんかスピーカーみたいなのと棚みたいな、黒電話みたいなのがあるね。はあ、赤いとこでしょとりあえず。赤いとこ当たってくか。じゃあここでセーブして、頑張れ、頑張ります。まあ、みんながいるからね。てか最悪リッカーはこれでやればいいんだよ。取っといた方がいいんかな。行ってないとこ、西側オフィスも言うてあるんだよね、赤くなってるってことは。声が
理解に気をつけます。死んだリッカー、生きてるリッカーはいずこいるわ。やっちゃうかも。いや、死なない。待て待て、いる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 。ちょっと2体もいた。まあいいや、こっから行けるよね確か。ここのあっちか、こっちか。ここあれだ、なんかタイラントに一回襲われたところ、追いかけられたとこ。これは手榴弾、大事。硫酸弾効くはずですよね、よかった。あとはこっちにある、来そうだね今。え、どこにある？でもここ開いてないから、クローバーね、開いてないから大丈夫なはずで。あ、赤消えたわ。二人でイケメンサインもらえると思ったのに。嫌なファンだ。ファンはさ、一番リッカーが嫌だよ。ひろちさん、遅れた、コンアロマ。いや、全然そんなことないですよ。ありがとうございます、コンアロマ。どこいる？え？どこいる？左？あいつか。あいつ？まだ死んでない？死んだ？あのゾンビもなんとかしないといけんからさ、ちょっとリッカーに構ってられない。上？上もいる？とりあえず大丈夫そう。あのゾンビをなんとか。え？いる？ああ、そっちね。そっちはほっとくか。西側オフィスがそこか。ここだ。で、これ赤いのなんだろう。あ、待って、思い出したかも。いや、ま、どうだ。いや、今んとこ大丈夫か。ここにさ、金庫なかった？あ、いや違う、開けたわ。もうどこの金庫が、どこの金庫をやってないんだが。え？棚みたいなとこなんかある？ここ取ったとこでしょ？洗濯終わったので干してきます。ハッカーさん、いってらっしゃい。違う。え？何が赤いんだ？すみません、アロマさん飼育したリッカー2匹が逃げ出したんですけど、知らせんか。あー、ちょっと1匹はやっちゃったかもしんないですね。ちょっと申し訳ないです。飼ってるつもりはないんですけれども、ちょっとね、懐かれてしまいまして、ちょっとしょうがなくですね。あ、ここだ、ここだ。10、ありがたい。で、終わりか。あー、OK だ。だーだーっつって、取調室とかも行くか。じゃあついでにね、アイテム収集しに。タイラント来ないんでしょ。じゃあ大丈夫、リッカーさえ気をつけておけば。
取り調べ室があちら、あ、マービンさんがいらっしゃる。上から登っていけばいい。ちょっと我が社のタイラントが脱走したんですか、見当たらないですか。あ、ちょっとタイラントさんなんかね、シェリーちゃんのパパにやられてましたね。あ、待って、あれだ、あっち側だったな、こっち側なのか。ちょっとマービンさん、マービンさん、ちょっと待って、早い早い、マービンさんちょっと早かった今、想像、あー、やばいやばいやばい、赤い、そろそろマジで使わないときついかもしれない。ちょっと、ここで、オッケー、ちょっとさ、回復しちゃって、セーブしちゃおう。で、あ、ちょ、セーブセーブ。ジローとサブローって名前なんで、呼んだら飛びかかってきますよ。タイラントは太郎、みんな名前つけちゃうの、ダメだよ、ちゃんと責任持って買わないといけなくなるでしょ。こっちもでも残ってるね。東側オフィス、体力が減ると足が遅くなります。なるほどね。ここに金庫はなかったでしたっけ。もうどこの金庫かが分かんないんだよね。ああ、ないわ。ただいま新たなタイラントを制作しておりますのでご期待ください。やだな、回復不足なりそうだね、本当に。え、どこ取ってない、こっち、あ、違う、中だ、中の、あ、これだ、強化火薬。はあ、モモンガさん初見です、いらっしゃいませ。桜のアロマとも申します。あそこは大丈夫そう。主にねホラーゲームを実況させていただいてて、今日は11時から今と、あ、いつもね20時30分からやってるので、もしお時間よければね、また来てくださると嬉しいです。まあ、ゆっくりしてってください。これだ。ガンパウダー。なんか作りたいね。でも、ハンドガンはいっぱいあるから。って言っても、グレネードランチャーも割とある。まあ、ハンドガンなんかあってもいいんだけど。ご飯何らかの肉で大丈夫なので世話をお願いします。やばいでしょ、そんな肉がさないもん今。かけたリッカーは僕が制作いたしますので少々お待ちください。何かけたリッカーって。あ、ここも消えたね。あとじゃあ取り調べ室行くか。じゃあ東側オフィスか、あっち側からこっち側からまたメインホール戻って、で、はいはい、逃げ出したリッカーです。今アロマさん家に帰ってきました。やだー、あそこはさセーブポイントだから出ないで、実家には。で取り調べ室ってさ、いや取り調べ室ってあれか、階段のとこから行かないといけないのか。プレスルームに、え、なんかあるんですか、行ってみる。じゃあでもあそこは多いですね。白熊さんこんあらまー、助言をじゃあ聞いて行ってみますか、プレスルーム。無事にリッカーが帰れたようでよかったです。怖すぎるでしょ。他知らないんですか、リッカーは破片をアロンアルファで接着すると復活するんですよ。本当に嫌だなそれ。あ、待って、なんかいるし、え、なんかいらっしゃるんですけど、あそこってなんかあんの、なさげじゃない？とりあえず足打ちますか。
え、あっちに何がそんなあんの？私より魅力的な何かがあるってことか、お前は。握手してあげないんだから。アロンアロハ優秀、確かに。え？え？あ、なんかあるね。はぁ、ま、ちょい、まだ誰か追い求めてやらっしゃる。いや、やらっしゃる。いらっしゃる、もう。ちょっとハンドガンいっぱいあるから。いやー、ありがとうございます。なんだ。ニードルカートリッジ。スパークショット用のカートリッジ？でもスパークショット私今持ってないからまだ、まだかな。そのうち手に入るのかな。で、取り調べ室に行きたいから結局戻る。そらさん、こんあらまー。今はとりあえず赤い部屋にアイテムが落ちてるらしいんですけど、その赤い部屋巡りをしてます。隠れたのは表示赤くなくても後で見つかります。ほう、とりあえず実家提起していいですか。ちょっと何回やるんだみたいな。恥ずかしくなっちゃってアロマさんの方に行けなかったんだよね。え、そう？だってさ、明らかになんか反対側向かれたよ、私。あと行ってないとこ。死体安置所。行ってないとこっていうか、取ってないやつだよね。うわ、2階いっぱいあるな。2階行くか。東倉庫、ここら辺、解毒剤のハーブがいっぱいある。待って、所持品いっぱいだ。ね、アイテム整理しましょう。カートリッジ。え、弾今足りてるから、ここら辺しまっちゃおうか。でいいかな。はあ、あ、ダイヤの鍵。そっか、ダイヤの鍵まだ確かに使える場所があるんだ。ダイヤの鍵は、え、ダイヤの鍵ってどこに使う。SLS 強化弾。SLS 強化弾。あ、これか。なるほど。ずっとなんだろうとは思ってたんですよ。売り払って金にするか。お金にできるんだったらいいけどね。え、私を傷つけないようにしてた？え、そう聞くとちょっとキュンとしちゃうかもしれない。まひってんだよな、もう。みんなにさ。みんなにアロマさんのファンなんじゃないとか言われてさ、嘘つけよって言ってたのに。何？スターズオフィスにも。スターズオフィスって結構詰まってますね。何回も行ってる気がする。何回も行ってるはずな、あ、これ2階か。何回も行ってるはずなのに全然覚えられないのがあれなんですけどね。ちょっと肺炎？何？肺炎？え、どなたか肺炎になったの？え、早く、いや、本当に元気になってくださいね。無理しないでください、肺炎。あ、病院から帰ってきたのか、そらさん。あ、そっかそっかそっか。アーカイブありがとうございます。本当体調お気をつけてお大事になさってください。おつわろです。図書室から入って、
あっちってなんだっけ、なんかあるよね。あ、ナイフじゃん。あ、そっか、私がさやられた時のナイフかな。で、ラウンジ。あ、アンさん、お帰りなさい。今どういう状況ですか。とりあえずなんか赤いところを探し回ってます。アイテムがあるみたいなので。これか、これ取ってないんだ私。今更の地図。アロマさんが立海2匹を飼育し始めた。それもう牧場物語みたいになっちゃうからさ、違うんだよなみんな。でこっちから行けんのか。え、言い忘れてた、俺も難病に一応治ってますが、また発生する可能性がありますね、入院。いやー、みんな気をつけよう病気は。でもあれか、気をつけるって言ってもさ、好きでかかるわけじゃないもんな。お大事になさってくださいね、ひろちさんも。私もさ病気かかったことあるから、なんか手術の大変さとかちょっとはわかるんですけど、入院とかのね、マジでしんどかったから、あの病院食とか美味しくないし。オフィスや写真を探してください。なるほど、了解です。声するね。写真、写真、写真ね。エラシンウオノラゴンさん、こんにちは。そして部活行ってきます。あ、いってらっしゃい、お気をつけて。ありがとうございます、ちょっとでも見に来てくださって。待って、今さめっちゃお腹の音鳴ったんだけど聞こえなかった？私の声で聞こえなかったよね。ちょっとさ朝ごはん食べてないんだ。配信終わったら食べるけど。写真、なんかあるね。木箱が出てきた。なんだ。お、トレジャーハンター。中に何か入ってる。聞こえなかった、よかった。ロングマシンガン。じゃない、ロングマシンガンじゃない、マガジン。MQ11 専用。MQ11 って私持ってる？持ってない。あ、持ってないみたい。え、組み合わせて今、あ、持ってるわ。え、なんかかっこよくなった、さらに。え、待って、これだ。え、まあ、ちょっと私わかんないんだけど。お腹すいたね。あんさん、今からご飯食べてきます。うん、ぜひ食べて。ほんとみんなちゃんとお昼ご飯食べました？いいんですよ、私の配信見ながら食べてくださって。あのゾンビ現れますけどね。召し上がり懐かしいな。なんかあっちってめっちゃ気のせいです。お腹は鳴ってません。レッドハーブみたいなのがあるね。焼きカレー食べた、いいな、美味しそう。チーズ好きなんだよな私も。え、どこに何があるって。あ、レッドハーブ絶対このあれじゃん、後ろ側じゃん。アロマさんのご飯配信はいつありますか？ご飯配信別にだって面白くないでしょ。くっちゃ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 言ってるさ、私の姿見たくなくない？ちゃんとラーメン食べた？いいな、ラーメンか。何味食べたんですか？私はね、ちなみに私はね、臭いかもしらんけど豚骨醤油が一番好き。あ、そうめんさん、ご飯用意してきます。いただきます、カレーです。ちょっと待って、いってらっしゃい。
いってらっしゃいっていうか、あのどうぞ召し上がってください。何？私事ですか。最近絵を描くのに集中しすぎてご飯忘れてしまいます。どうしよう。いやー、白亜さんちゃんと食べなきゃ。ご飯が資本ですよ。今日の昼飯なんだろうな。何も考えてなかったけど、シャワー室の方になんかあるね。ねえ、あれってリッカー？あ、モスコスさん、ごめん、モスコスさん、こんあろう、昼休憩にお邪魔します。わざわざそんな、ほんと昼休憩にありがとうございます。すんごい今変な汗出たわ。リッカーだよね絶対。もうリッカー全員いなくなってほしい。右側にいる感じする。え、上？いやでももったいないな、ここ使うの。これでいこう。でここあるのはさ、なんかあれだよね、よくわかんないロッカーのとこだった気がする。これ待って、これさ、なんかなかったっけ、なんかあったよね番号のやつ。あれって違うのかな。どこのこと言ってんのか分かんなかったけど、どれだっけ。ラクーンシティじゃない。え、どれ、見方が分からない。ねえ、リアルすぎるね。なんかさ、番号みたいなのなかったっけ、アルファベットのさ。どれだっけ、あれではないんかな。あ、でもここら辺じゃないっぽい。どっか、なんかあれはまた別なんかな。ポータブルセーフ、隠し場所、植物、あ、ロックじゃないな。これはやったんだもんな。何、米がない、炊かないとお腹減った。1時間ぐらい自転車乗ってたのに米が。お米炊いてください。全然もういいんですよ、私の配信つけっぱでお米炊けば炊けば炊けばお米炊いたらいいんだよ。あ、そうそう、 SZF みたいなやつ、さすがさすが、それそれ、とりあえず入れてみる。 SZF、 とりあえず F はあるF しかないかも。あ、違うみたい。だってないもん。ないわ。ここじゃないみたい。別か。残念だ。じゃあここに用はない。普通の玉にしよう。大丈夫そうだ。何？手から炎出せるからいつでも強すぎない？私は何だと思ってんの？超能力者的な？そんな力欲しかったよ。空飛ぶ力欲しかったな。あ、そうだ、ここもさ、あ、ここも試してみるか。 SZF だっけ、探します。これも F はあるな。いや、これないな。ここも違うとこか。これも違うね。え、何、雑談配信も楽しそう。雑談配信ね、あの今のところそんなにやってないんですけど。え、何この人影みたいなやつ。
どこいる？あ、これか。これか。とりあえずまたメインホール戻るか。こっちなんもないよね。料理配信か。でも料理配信はさ、ほら、リアルすぎて難しいんじゃない？私カメラのこととかよくわかんないしな。ご飯が炊くまでパン食べる。あ、いいと思います。パンも美味しいしね。私はもうさ、グーピタってやつはあるんだけど今知ってる？グーピタ。で、メインホール戻るにはあっちか。やばい、今日暑いかもしれない。なんか汗めっちゃ出てる。ちょ、やめろマジで。今油断してた。ちょっと西側オフィスから戻るか。ちょ、グーピタっていうね、なんかお菓子みたいな、あのグーっていうお腹を抑えられるよみたいなね、やつがあって、それはなんかカロリー控えめとかだったから買ってみたの。いたわ、そういえばいたわ。こっち、こっちにいんだ。ういー、はいはいはい、へえ、やれやれ。2階行かないとだから、こっちだね。あら、マジ騙されてるんじゃん。え、何それ、何、カロリーがあんまないことがってこと？それはダメでしょ。騙しちゃダメでしょ。暑いから扇風機つけた。いや、いいと思います。もうあっという間に夏になりそうだね。桜は散ってしまったし、ここ行ってないか。ここにも何かがあるようですが、こっちか。金庫だ。これさ、なんか金庫のさ、裏とかに書いてあるとかのとこではなくて、あ、それまた別？そっか、警察署ではなかったか、あれ言われたやつ。警察署じゃなかったかな。そうだったような気する。下水道か。あ、さやえんどうさん、こんにちは。初見です。いらっしゃい。桜のアロマと申します。今はバイオアルイツをとりあえず探索してました。いろいろヒントは転がってる。え、ここに？ここに？でもここ、これ以上も探すとこ なさそうじゃない？いやー、謎解きが難しいねー。ね、この金庫側面見れなさそうだよね。何、江ノ島行く予定で？後輩3人で行く予定。いいなー、パリピじゃないですか。やっぱ警察署にある謎のヒントは警察署内にあるんだ。じゃあもう持ってないわ、まだ。こればっかしは。あそこのレッドハーブ回収しに行く？空きありそうだね。行くか。いつ来るかわからないボス戦に備えとこ。てか毒も使うらしいしね。
ゴールデンウィークね。でみんなゴールデンウィークあれだよ、私頑張るから見に来てほしいな、できれば。ナイトメアとかさ、ナイトメアも言うて初見だからすごいね、心配してる。クリアできるまで終われません配信。そう、今探索のお時間です。待合室があれだもんね、さっきのやつで。あとどこ行ってない？外出ないから見れると思う。やったー、久々に幼稚園からの友達5人と遊ぶ、仲よろし。そんな幼稚園から、すごいね。私長いの親友ぐらいなんだよな、本当に10年くらいの1人2人くらいしかいないわ。レさんおはようです。おはようございます。ゆっくり眠れましたか？さてどこに繋がってんだっけ。もうホラー系のゲームが中心なの？そうですね、今のところホラーゲームを中心にやっていきたいなと思ってますね。まあね、そのうち他のこともやると思うんですけど。東倉庫、このこっちか。あ、ぜひぜひ登録してない方はまあね、まあねっつってチャンネル登録ねしていただけると本当に嬉しいんですけれども、ぜひぜひ。待って、ブルーハーブでいっぱいになるわ持ち物で。メインホール行くか。めっちゃ眠れた、よかった、頑張ります。はんでー、え、なんかいる、ちょっと待って、こっちの方が多いな、多いんだよな。あそこの赤いとこってなんだっけ、ダイヤル城もうまだできないとこか。待って、あと見てないところ、ここ時計台でしょ。やばいな、分かんなくなってくるな。プラグを集めないといけないんだ。プラグがどこにあるかだよね。ここで、ここ図書室。あ、ひろきさん、こんばんは。仕事の休憩時間だけですが、お邪魔します。ありがとうございます。だからもう本当にね、そんな休憩時間にわざわざ来ていただいて。ピッカーだな。いや、ほんともうね、ありがたい、ほんとにね。テクニカルドロップイン。頑張ろう。ファイティング、ファイティング。アンさんが翻訳家として働き始めてくださってる、ありがとうございます。 Thank you。
もうアルチューなので発作が出てきました。どんな発作なの。大丈夫。ここいなさそうか。大丈夫そうだね。いや、ここ来たわ。ここ来たな。見たわ、私。やったよね、ここ。あ、鏡さん、お帰りなさい。お腹いっぱい。よかった。ちょっと迷子だわ、私。もう今何すればいいのかちょっと危ない。あ、ウィッチーザストリームって言ってくれてるから、なんか見てくださったんかな。ぐるぐるしてるわ。ちょ待って、もうメインホールへの戻り方も私怪しくなってきたもん。ちょっとさ、メインホール戻ろう。オッケー、メイン、あ、で、あ、なんかあった。これも、あー、とりあえず組み合わせて。方向音痴再来です。どうも、桜のアロマです。方向音痴です。とりあえず戻ります。メインホール、メインホールゴー。時間あったから寄ってきた。あー、なるほど。 Thank you。 いや、やっとくか。行ったか。夏服？でもほら、私のさ、今着てるやつさ、結構涼しいんだよ。だからどうだろうね。まだないんじゃないかな。プラギノールさん、こんにちは。ありがとうございます。来ていただいて。今絶賛ね、迷い中なんですけれどもね。はい、アロマです。本当絶賛迷い中です。ヒロシではないです。あ、おそばさん、昼休みの間で結構来ました。コアロマありがとうございます。もうコアロマ、もう皆さん本当お昼休み時間もね、来ていただいてありがたい。本当にこの感謝の気持ちをね、伝わってる。本当これ合わせよ。よし、みんな、新衣装にはね、マネーがかかるんだよ。すごい急に現実的なこと言い始める。伝わってる？感謝伝わってる？本当？ならよかった。もうさ、この感謝の気持ちをさ、私、YouTube のコメントとかリップとかで返すしかないと思ってるんだけど、ごめんね。ほんと最近ちゃんと本当にありがたく読んでハートつけてるから、もう読んでないでね、ハートなんてしないからね。ちゃんと読んでる。ありがとね、本当に。よかった、伝わってる。ありがとう。死体安置所とか行っ、ん？
ちょ待って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 、スパチャさあれなんだよね、まだね足りてないんだ、4000時間の方が。だからあのね、登録者数はねおかげさまでだいぶあのね友達がいっぱいできて嬉しい限りなんだけどね、だからみんなねいっぱい動画を見てほしいわで時間を、私に時間を使ってほしい。もう使ってくれてるのは分かってるだけどね、元気に配信してくださればありがとうございます。そうだからね、4000時間足りたらね、あのありがたくちょっとスパちゃんも導入させていただこうかなと思ってるんだけど、登録者はまだお楽しみにしとこ、なんかもうお楽しみに、とりあえずこっち行ってみるか。だってさ、なんかもう分かんなかったから、迷ったらとりあえず先進もう。そう垂れ流し、そう垂れ流しに寝ていい夢見られるかもしれない、もしかしたらゾンビだけどでも時間がさ一番大切じゃん、人間の中でさ。お金ももちろん大事だけどさ、時間が大切。あ、そう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 、 USB 挿してなかったね、ここね、これやっとこうか。あーは、なるほど、閉じないといけないんだ。オッケー、これではめられるでしょ。よしで一応これも、あ、でもあれだね、あれついたな、あれついたな、チェックチェック、サプレッサー MQ11 専用、時間ならいくらでも分けられる。本当に嬉しいけど、まあまあまあ皆様も無理せず、ありがとうね、ほんと。待って、組み合わせたい。きたー、もっと強くなった。なんかどう変わったの、あ、大きくなったね。高い連射性能を誇り、有効光線距離で弾をばらまく運用が前提の銃。強、強そう。ふう、かっこよくなった。でこっちってさ、そうだよね、もう行けるようになったから、下行くか。唐揚げとオムライス、待って待って、私こっちから来なかった、来なかった、ちょっと待ってもうここですら迷子なる。唐揚げとオムライスって合うのか。え、美味しくない、でも普通にどっちも美味しいものだから美味しいと思うよ、私は気にしない。こっちか、美味しいものは美味しい。こっちだ、はいはいはい。私さ、いよいよ今日さ、あの夢の中でもバイオしてる夢見たからねみんな気をつけ。いや違うわ、だからここ来れないんだ、やばいな。先生迷ってます、先生非常に迷っておりますどこに向かえばよろしいでしょうか。あ、上か、上だ。ん？待ってよ、上がエレベーター、やばい、マジで迷ってきたかもしれんもう何しに来たんだっけここ。いやでも USB させたからね、ナイスナイス。夢にアンドレ出てきた？アンドレは出てこなかったかも、なんかひたすらね倒してた。あー、そうだ、ここ戻ってきたんだ。あ、下でよかった、なんだ。置いてくもの、待って、ダイヤの鍵もそうだ、使ってないじゃん私。
ダイヤの鍵使うとこが分かんなかったんだけどね。ちょっと一旦ダイヤの鍵置いとくか。あっち行ったら使わなそうだから。で、これも閉まっちゃって。OK。でいいかな。参考資料36ページ見てください。36ページか。ね、USB もいらないよね。そう、できることが分からなくなってきちゃうんだよな。なんか、セブンは、意外と分かりやすかったんだね。だからそう考えると。あの、RE2 はすごい、やることが多くて忘れちゃうかもしれない。あれ、何すればいいんだっけって。下ね。下か。ここだ。そう、夢の中ではね、死ぬことはなかった。夢の中でリッカー素手で倒せ、アロマさん。強すぎだね。現実でも、現実っていうか、この世界でもそうだったら、でもな、でもそうだったらあれか。面白くないか。それはそれで最初は面白いかもしれないけどね。素手で倒すの強みたいな。ロケラン。ロケランか。え、ぶっ放してたかな？どうだっただろう。なんかもう、夢見たのは覚えてるけど、どういう夢見たのかあんま覚えてない。ただ、銃は撃ってた。あー、そっか、こっちの下行ってないんだっけ。え、ここ生きてなかったよね。ちょっと待って待って、あ、ちょっと下手くそ下手くそ。いや、大丈夫そうだ。特になんともない。なんか今あった。ビデオテープだ。ビデオ見るとこあったよね、確かね、近くに。あ、おそばさん、残り3教科頑張ってきます。おつわろ頑張ってください。ありがとうございました。おつわろです。あ、ジョジョ好きさん、ただいま戻りました。お帰りなさい。ここ行ってないよね。よし、ここ行くか。なさそうだね、何も。ビデオテープ見てから行く？そうするか。実家にあったよね。で、またここさ、戻ってくるの忘れないようにして忘れないようにしてって私が覚えてないといけないんだけど。インスタントラーメン食べようかな。すごいなくなってる。あ、待って、ゴーさん、お仕事に行ってきます。あー、頑張ってください。おつわろです。ありがとうございます。実家ってどこ？ごめん、あの、実家わかんなくなりそうだからさ、行くわ、した。ちょっとストーリー進めよ。今日ちょっと探索が多すぎて。進めたい、進めたい。エレベーターのとこ？もうさ、エレベーターもさ、ごめん、間違えた。エレベーターもさ、いっぱいありすぎて、あ。さっきが上層部だったんだよな。エレベーターがさ、こっちとさ、こっちのエレベーターがあるわけでしょ。諦めよう。ビデオテープはいつか
いつか見れる時が来るはずだ。後半あと45分。え、あれで死なないの？え、あれで死なないんだ。結構きついな、それ。死んだか。さあ、諦めた。うん、仕事や勉強などコメントで出てきてみますが、視聴者の皆さんの年齢が少し気になります。そうだな、なんかね、多分20代の方が一番多いんだけど、でも10代の方も意外と次に多かった気がする。そうだからね、ありがたいことに学生さんが見てくださってることも多いんかな。その次が30代の方とかだったかな。もちろんなんか40代か50代の方も見てくださったりしてて、結構幅広くありがたいなって思ってますよ。間違えてないね。暗いな。ここ行けないとこでしょ。あ、行けそうだ。みんな年齢暴露してくな。よし。これでやっと進みそうだな。みんな若いね。若い人が多いんだよ、きっと。あー、はいはいはい、ここつながってるんだ。なるほど。そう、若い人はみんな勉強頑張って、20代からの方はお仕事頑張って、ほんとみんなお疲れ様だよ。こっちってなんかあんのかな。ここ来るとさ、ちょっと準備しとかないと怖い気する。なんもなさげか。でもここはなんもなさげ。なんかあんの？なんかない。あ、あったあった、ハンドガン。そう、アロチューはみんなアロチュー大丈夫？みんな伝わってる？アロマ中毒の略なんですけど、まあ主にもう皆さん分かったらアロチューって言ってますね。あっち側も行けそうなんだよな。金庫開けてないね。そういえば金庫がどこにあるのかも覚えてないけど、覚えてないっていうか通ってないんだと思う。ね、赤いところくまなく探索。ここら辺も赤いけど、地上にここって行ってないね。え、行った？行ってなさげ。そう、みんなファミリー。暗いな。あ、ちょっと明るい。あ、ここ行ったね。ってことはじゃあやっぱあっち側行くか。下水道でも迷う。あ、こっち側行くか。でもこっち側も行くとこがいっぱいあるな。家族だって言われるとさ、セブン思い出すよね。家族になろうっつってさ。アンさんお帰りなさい。
あ、そうか、こっち行けないんだ。じゃあ、あっち側行くしかない。まあ、エブリンもある意味かわいそうな子だったよ。そうだね、こっち行くしかない感じかな。そう、これのね、RE2 にジャックはもう出てこないから。これも下行ってないのか。やっぱ現実逃避してたからだよな。声が済んだわ。進んでるね。クリーディングいるね。え、そいつどっから来んの？ちょっとハーブだけ取りたい。オッケー、これで回復。オッケー、覚悟して進んでください。明らかに出てきそうだもんな。どこから？え、これってでも進めんのか。進める？進めなくない？ここでも。あ、こっちか。え、こっちから来なかったっけ？来てないんだ。ちょっと待って、怖い、マジで。マジで怖い。マジで怖い。あ、そういうこと、こっち行くんだ。覚悟はいいな、アロチューはできてる。もう弾が少ないな。どうしよう、2個で いける。最悪逃げるね。潜っててどっから来んの？あいつ？こいつではない。いや、こいつだよね。違うの？ここってそんな進んでもいいとこ？一回銃撃ってみるか。いや、生きてるだろこいつ。だよな。待て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 、ちょっと待て待て待て、いや待て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 、いや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 、いや待て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 、嘘でしょ。ナイフが2個も無駄に。ちょ、待て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 、待て待て待て、ここってやらないと無理なんだ。なんかある。ちょ、待て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 、落ち着けって。いや待て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 、いや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 、ちょっと待って、さすがにもうない、さすがにもうないよな。さすがにもうない。ナイフもない。あ、これが毒なんだ。待って、どこに行けばいい？ちょっと待って。いや、あっちでいいんだ。え、どこ？え、なくない？ちょっと待って。ちょ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 。死んじゃうかもしれん。
る。来ちゃったみたい。初読おめでとうございます。え、やばいかもしれない。どっから戻れる ハグよはやだ。 G 生体、あれが G 生体。強い毒性がある。召喚器を浴びた場合はブルーハブで速やかに解毒しろ。ナイフ2本と何なんか爆発するやつ使って、ここどこ？やっぱセーブ大事だったな。とりあえず戻るか。あー、こっちからちょっと行きたくない。暑い。暑い。セーブね、結構定期的に行ってた気がするんだけど、意外としてなかったみたい。マジで熱い。頭撫でられてもあいつには嬉しくないでしょ。で、下降りて、ある程度倒さないと連続で押されるので大変です。確かにそうですね。あいつでも2体も倒さないといけんのかな。ここもまだやってないよね。はいはい。よし。で、これを組み合わせて、組み合わせして、はいはいはい。ダイヤの鍵いらんかったな。あー、でこっち行って、はいはいはい。で、オートセーブ。すいません先輩、サボっちゃいました。いやー、サボんないで。あ、モスコスさん時間が来たようだ。結果はアーカイブで見よう。無理せず頑張れ。皆さんもおつわろ。ありがとうございます。頑張ります。おつわろです。ここから来たってことは、あっちのエレベーターってどこだっけ。ここのエレベーターってどこだっけ。ゆるさんおかえりなさい。今ちょうどこの今日の配信の初ゲームオーバーが出たところでした。生き物にめっちゃ襲われて。あー、なるほど。そっか、こっちもあったね。こっちからも行けそうだから、今度こっちから行くか。こっちか。ここ来たな。でもここ来たよね。あ、そうだそうだ、コントロール室か。ここって今
今何もできないんだっけ。確かそうだった気もするな。ここ最初のとこだもんね。あっ、まっち、しつこいぞ。ここさ、あれじゃない？なんだっけ？ Z は覚えてる。Z、Z、警察署じゃない。下水道、下水道、下水道。あ、じゃあ、待って。下水道の、これだ。SZF。何？ただなの？ただと高いもんね。あ、そう、SZF。S ある。Z ある！来たんじゃない？ありがとうございます。何これ。サブマシンガン。ありがたい。で、ここは取れたと。いうことですね。踏んでいきます。失礼します。え、なんでここにいんの？邪魔なんだけど。あ、はいはいはい。で、ここでセーブしていこうか。で、ちょっと一回ダイヤの鍵いる。あ、ビデオテープ見れるね。で、あとナイフは一応2本持っとか、いざという時のために。あ、強化火薬白と強化火薬白でグレネードランチャー作れたから、グレネードランチャー作ろう。あれ、グレネードランチャーじゃなかった。いや、グレネードランチャーあれか、あれ普通の弾とあれか。まあまあまあいいや、使おう。こっちも使える。ニードルカートリッジ。あ、これはまだだから。ガンパウダー。ガンパウダーだったね。ガンパウダーとだったわ。で、じゃあビデオ見て。違う。そうだわ。ビデオまだも撮ってないんだ。この時。じゃあセーブしていこう。金庫側面のやつ？金庫行きましょう。金庫ってどこにあるんでしたっけ？金庫？あ、こっち側行けるからか。いや、行けないんだわ、こっちは。こっち行けないんだよね。こっち金庫はないですもんね。あ、ひろきさん、私もお仕事の時間が来てしまったようです。あとアーカイブで見ますね。一足先にお座ろう。ありがとうございますが、仕事頑張ってください。お座ろうです。ここを出て右奥、右奥。ここを出ててよかった。こっちか、右奥？こっちか。これか。反対でしたね。こっちか。ここ？ここじゃなかったみたいです。ここじゃなかったみたいです。ちょっと戻りますね。え？ここはいけないの？あ、そう、ここいけないんだよね、まだ。こっち側ってことですか？方向音痴がひどすぎない？本当に。
こっち側ってなんだったっけ。下です。ここではない下ですかね。なんもないよね、なんもないよね、なんもないよね。はい、ここではない下らしいですね。ここって、あ、そうか、そう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 だった、忘れて忘れてた。ボンアロは何なの。地図の下です。え、こっち側でも金庫とかないよね。ん？ここまっすぐ？ここ出てまっすぐってこと？あ、ポンコツね。それは間違いない。赤木さん、ご飯から帰ってきてこんわろー。こんわろです。橋渡って2階右渡ります。ここの橋かな？橋渡って1回目で2回曲がりますのとこで合ってますかね。こっち？あったわー、ありがとうございます。マジで金庫の場所さえ、あ、待って、側面に書いてるって書いてたよね。そう、ドアが、あっちゃい。また死んでない。死んだか。え、死んでない。死んだか。死んだな。あ、ちなみになんかありますね。ブルー、ブルー取っとくか。でも毒ね、作るもんな。で、左に2、右に12、左に8。2128ね。12、これって左？2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6。え、あ、違う、待って、何度だっけ ?8 か。2128ね。2128。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。1、2、3、4、5、6、7、8。オッケー。来たね。ナイフを切るときは後ろが、なるほど。こいつの場合なんかさ、難しくないですか、後ろから。気をつけてやりますね。じゃあ、あの、攻撃食らわないように。これを組み合わせて、え、どれと組み合わせるの？組み合わせられない、待って。 SLS60。あ、強化ガンがこれでできるようになる。え、でも物は、あ、置いてきたからかできないってこと？
じゃあ一旦戻った方がいいのか。ここでね、もう一個のハンドガンかな。 SL、 あーでもなんかしまわんと、サブマシンガンいっぱいあるからこれ入れちゃって、これが使えるようになるんだよね。あ、これだこれだ、これで、こっちか。お、組み合わせる、これだ。おお、強化弾イコールマグナムなのでボス戦に取っておきましょう。なるほど。じゃあこのハンドガンは一旦置いてった方がいいってことかな。専用の強化弾。じゃあこのままで、ナイフは持って、あ、しぐしぐさん、部活終わりのコンアロマー、コンアロマー、ありがとうございます。部活終わりお疲れ様です。でいいかな、とりあえず。猫のお腹好き、私も好きで、とりあえずセーブして、うん、まあ大丈夫でしょう。今何してる。58と200、こっち使うか。うん、で地下行って、猫のお腹迷う。そう、私が、あ、ちょっと一旦休憩入りますみたいな時は猫の動画を流してるんですが、今のところ RE2 はまだかな。猫と犬派はもう完全なる猫派ですね。完全なる猫派なんだけど、でも別に普通に犬も好きみたいな。あれ、うん、ここってなんか出てきたっけ。でもここで使ったらさ大変かな。とりあえずあっちだ。なんかあったな今。強化火薬ね。猫も犬も可愛いよね。あっちって行ったんだっけ。なんかどっち行ったのか分かんなくなるんだよな本当に。ここって来たところ、来たところだ。じゃああっち側だ。なんかこれのループをずっと繰り返してる気がする。犬追いかけてこなければ可愛いかも。あー、でも追いかけてきても可愛いけど、そっか、大きい犬とかが追いかけてくるとってこと。確かにそれ、そっか、こっちか。で、ここ行くんだっけ。いや違うわ、ここ行った気がするな、またで、上のとこにさ、
ツオさんこんあるまー。そうだよ、ここ来たな。過去に猫と遊んでたら引っかかれて、それ以来アレルギー。はあ、そっか。まあ確かにな、引っかく子引っかくからね。コーギーも可愛いですね。ハムスターもね、可愛いよね。飼ってた時期あった、私も。こっちはいけないところ？うえー、行っちゃった。ここさっきのやつ出てきたとこ？ゾンビ飼ってはないんだよ。あ、いや、ここあれだな。戻ってきただけか。アルマさんはゾンビ飼ってるから。飼ってないよ、別に。そうね、アレルギーはね、悲しいけど、やっぱ自分のね、体を一番大切にしてもらって。でもこっちさ、行けなかったんだよ。ね、待って、またポンコツ度合い出てきたんだけど、どこから行けばよかったんだっけ。自分はリッカー派。リッカー派なの強いな。いやーはー、そして熱い。え、待って。ここから来たんだよね、多分ね。うん。これ左と右どっちだっけ？とりあえず右行くね。あ、はいはい、ここでビデオテープ。ビデオテープ見ようか、とりあえず。ビデオテープ、こっちでしたっけ？反対側でしたっけね。野生の勘、私働くかな、ちゃんと。あ、こっちじゃなかったっぽいな。あっちの奥の方か。こっちから行けたっけ？おーおー、ちょっと待って、引っかかっちゃう。何、なんかスルーした？そう、そうか、ここなんか取り残してる。確かに赤いね。せっかくだから取ってく？
アンドレ無限の可能性持ってんの。え、なんか取り残してる、ここってなくない？あるとしたらここら辺ね、ここ行けなかったですね。もう私これを3回ぐらい繰り返してる気する2回目かな。マップがマジでな、なんかセブンも言うてひどかったけど、セブンよりだいぶひどいね、 RE2 の方が。私がなに、アンさんは不憫担当ってなに怠惰か、なにどういうことまた私読んでないとこある、またスルーしちゃった。あ、気づいちゃった。そう、これ実はループ配信してるかもしれんそんな担当は嫌だ。みんなどうやって地図覚えてんだろう。あっちの作業、このエレベーターだっけ。あれ、これ下降りんのか。じゃあ違うな。違うわ。じゃあまたもうビデオテープ諦めるか。スルーするつもりはないんだけどね、ごめんね本当に申し訳ない。でも行っちゃおう。暑い暑い、ちょっと待ってマジで暑い、上着が。ちょっと待って、扇風機つけていい？ちょっと待って。ごめんごめんごめん、お待たせお水取ります、水分補給。あ、顔顔顔、水分補給。よし、 OK、 扇風機つけてきた。よし、行くか。いや、マジで暑くて。2回で死ぬんだっけ。よいしょ、ちょっとマイク直すね。涼しくなった。マジで暑くてさ、でさ、違う、暑いのにも気温差確かにあると思うんだけど、防音室をね
お手製で友達と頑張って作ったの。なんだけどさ、断熱材とか敷き詰めてるからめっちゃ暑いの。ん？炎じゃない方がいいってこと？はあ、扇風機回ってる音する？うるさい？大丈夫？うるさかったらいいよ、消しても大丈夫。マックスじゃない、弱。ケイさんご飯食べてきます、いってらっしゃい。扇風機弱だよ私これ。そんな聞こえる？うるさいかな？大丈夫？別に気にならない。ああよかった。ありがとう、みんな優しい。好きな環境で。そうマジで暑くて申し訳ない。ちょっともうちょっとさ、音の鳴らない扇風機とか欲しいけど、ダイソンは高いからな。でここ下降りるのか。よし、弾の準備は。でも言うて1個しかないな。いけるかな。クラファン？クラファンっていうのがあるの？なんだったらもう一回セーブしたいな。はあ、こっち側っていけないんだっけ。大丈夫、ありがとう。クラファンっていうのも高そうですね。ここは行ったんだよね。あー、なんか塞がれてたところじゃなくて。あー来たね、これ行ったわ。じゃあやっぱあそこ下に行くしかないわ。クラウドファンディング、あ、なんか聞いたことあるぞそれ。まあ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 、できなくはないから。そのうち揃えるね。ちょっとうるさいのもあれだから。目が開けばマシンガンでもいける。目かー、硫酸弾作った方がいいかも。え、じゃあやっぱ戻った方がいいのか。ここってもうすぐ出てくるんだっけ。いや、まだここ大丈夫じゃなかったっけ。気のせい？このさ、右側。ワンパンでいけるかな。何、アンさん、また私スルーした？何、どれだ。原神インパクトでもっと高いダイソンあるっていうとこ。素手なら指一本で生体に勝てるのにな。そんなことしてみたい。私さっきからさ、ビデオテープとかの場所を覚えてないんだよ。ここは何もないとこだったね。
で、これ下のとこでしょ？ここか。お、はい。My name is アロマ桜の。I like horror game. Nice to meet you. そう、モニター室がさ、違うのよ。行方不明なの、私。あ、昨日も来た。Thank you. ごめんね、名前覚えられなくて。申し訳ない。ここって繋がってないんだっけ？ちょっと待って、今降りたのに。ないのか。ないって思った気するわ。あ、そうだ、降りるとこだ、ここ。降りた降りた、一回降りた。はぁ、もう、頭が働かんわ。まあ、そもそも方向音痴なのもでかいけどね。モニター室ここだ。中層。ここが上層だから。降りないといけないんだよね。エレベーターさ、使ったけどさ、行けな、行けた？これ下だわ。下ってこっちなんだよな。すごい、翻訳家としてのご活躍。あー、謝ってくれてる、もしかして。名前覚えられなくて、ネームソーリー。左へ行って、左こっち。おとといか。おとといでも、ありがとう。Thank you。ここ来たよね、でも。合ってる？私。モニター室。あ、行けるじゃん。ちょっと待って待って待って、降りちゃった今。ね、文字で書かれると聞くよりね、私もあの簡単なさ、か、あの英語はわかるから。いや、本当に簡単なのしかわからなくて申し訳ないんだけど。待って、違う、ここが仮想なんだよ。みんなちょっと分かる人、あの道案内を道案内を私に。明日はね、明日はしないね。明日はごめん、あの夜
夜2本立てにするつもり。三角形の部屋の長い階段。はい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 。明日は20時30分からと、もうそのままやるかもしれないけど、バイオビレッジがなんか体験版で1時間できるらしくて、それをねやる予定。 RE2 とだからバイオビレッジ、そう、夜2本立てな感じかな。ここか、三角屋根の。バイバイ。ここだね、三角屋根のの長い階段。ここ、ありがとうございます、ありがとうございます。ここに戻りたかったです。あ、バイ、センキュー、テンキュー。ここに戻りたかったよ、ありがとう。あ、でも待って、とりあえずこれいらんって言われたから、ちょっとこれ閉じちゃって、ビデオテープ見よう。特殊部隊員の死体から入手したデジタル映像のテープだって。どういう状況？どういうこと、どういうこと、はいはい、お父さん、ネズミ、ネズミ、弾作りましょう。グレネードランチャーの欲しいよね。グレネードランチャーって白とガンパウダーだっけ。なんかちょっとよく分かんなかったね、あのさっきのビデオだと。チュートリアルに書いてるじゃないの。ガンパウダーと白いやつだったよね確かね。ありがとうございます。じゃあガンパウダーと白いやつ持ってるのか。ネズミがウイルスを広めちゃった。なるほど、そういうこと。豆腐みたいな体してんな。あ、ありがたい。1個しか作れない、1個じゃない、2つ作れたか。でビデオテープ戻して、ラジオはね今準備中なんだ。ごめんね、お待たせして。めっちゃ頑張ってる。めっちゃ頑張ってるから、ちょっともうちょっとお待ちを。サブマシンガンの弾いらないから、こんくらいでいいかな。スパークショットって手に入るかな。あ、浜かんざしさん仕事行ってきます。今日終わるの10時くらいなのでアーカイブ見ますね。明日も朝早くから10時くらいまでなので見れたら見ます。ありがとう、ありがとうございます。カメラありがとうございます。仕事行ってらっしゃい。ハーブいりますよ、だって私食らいますもの。ハーブ大事ですよ。ハーブがないと生きていけないかもしれない。
そう、ラジオはね、ぜひ楽しみにしていただいて、桜のレディオですね。で、戦いに行くか。あ、じゃあこっちじゃない。こっちから行けたのか、じゃあ。ん？いや、気のせいだわ。あっちのドアだわ。で、ここ渡って。え、桜のレディオはね、あ、でもそうね。送ってくれる方の内容によってはネタになるかもしれないね。真面目な方のは真面目に返答するよ、ちゃんと。そう、ハーブはね、私にとってとても大事なものですから。で、こっちでいいか。で、こっちでいいんだっけ？そう、人によってはすごいネタを送ってくださった方もいらっしゃるかもしれないね。キャラデザインね、キャラデザインもすごい要望をいただいてることが多くて、ちょっと近々発表できるかもしれないんで、それもね、ちょっと少々お待ちいただけるとですね、嬉しいですね。で、これはこっちだね。私また間違ってる？ちょっと間違ってたら教えてね。さっきのやつ倒しに行こうとしてる。リロさん、こんあらまー。今私がすごい迷ってて。あれ？いけない？あ、いけるわ。いや、こんあら発揮してるな。豆腐がゾンビに攻撃されると何すんねん、なんやんねんって言うてた。あ、ここだここだ。じゃあ行くよみんな。準備はいいかい？そう、タダコさんと戦うつもりですね。銃は3発。グレネードランチャー。あとナイフ2本と手榴弾。でいけるかな？いけますか。しのぶさんの声真似はね、あ、でも早見沙織さんに声が似てるって言ってくださる方はすごいありがたいことに多くて、なので、まあそうですね、しのぶさんやらせていただいたんですけど、どうだっけ、こっちか。なるほどね。これで打って、硫酸弾 R1 の方か、こっちか。こっち打って、こっちか、マシンガンね。下から右に変えると。 OK です。とりあえず一体一体倒していこう。
え、できるかな、しのぶさんのものね。あれ本当に録音で頑張っただけだからさ。もしもーし、もしもーし、大丈夫ですか？大丈夫？クオリティ。めっちゃそこだけリピートした。あいつ最初に言った方がいいか。目開いたみたいな。よくない、よかった。あと1体いるんだよね、あいつか。あいつじゃない。いた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 。こっち見ないな。一瞬マシンが撃って、目開いた？開かない？なんかめっちゃ出してる。いや、毒だけ取るわ。目開いたね。オッケー。あ、ぜひぜひ、しのぶさんのね、声真似させていただいてるので、しのぶさんだけじゃなくて、ちょっとおまけみたいな感じで、かなおさんとかなえさんもね、声真似させていただいたので、もしよければね、動画から見ていただけると、概要欄にも貼ってあるので、もしよければ。ナイスー。こっち行ってなんかあんのか。ないか。そう、まだいんの？でも目開いてる。目開いてたらいけるね。ナイスー。手榴弾か。確かに。そろそろもう出てこないんじゃない？出てこないでほしい。ナイスー、ありがとう。で、ようやくこっち進めます。なんだこの気持ち悪いな。ね、目当てたら意外といけそうですね。何？お便りネタ送った？はい、ありがとうございますね。みんなネタ送るのはいいんだけどさ、本当にラジオにした時引かないでね。こっちか。タコさん、それはどうかな。まだ出てくる？ちょっと弾かな。てか回復してた方がいいか。ちょっともうちょっと頑張るか。あるな。なんだ、レッドハーブ。わあ、一応取っとこっか。でもくらいかな。セーブしたいよー、セーブしたいよー。
でもまだセーブなさそうだね。開かない。あれ武器じゃない？武器じゃないって変。武器じゃない？何の武器か分かんないけど。みんなでも忘れないでね、桜のレディオって寝る前に聞く系だから。キングプラグ、え、持ってないと入れない？もしやあれがスパークショット。なるほど、なるほどです。持ってこないとダメだったのかな。他のとこある？階段登っ、スパークショット強いん、強そうだね。でもこっち来た道だよね。プラグがないとでも無理だよね。こっち来た道でしょ。なんか取り逃しある？その部屋にプラグある。嘘、ありがとうございます。じゃあ普通に私が見えなかっただけ。この部屋に、この部屋の、この部屋の、僕は最初はデビ様の切り抜き見てた時にアロマさんが広告で出てきて存在を知った。嘘、なんでだろう。あちょっと密かな目標書いてるから。それはそれでなんか申し訳ない。あ、これだ、これ。来た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 。そう、寝る前のやつなかなか寝つけない。そう、そういう方にぜひ聞いてほしい。眠れるかわかんないけどね。あのしっとり系ね、しっとり系をやるので。だからさ、みんなあんまネタばっか送ってきちゃダメだよね。いや、ネタもねありがたいんだけど、そうだな、褒めてのコーナーとかでしっとり系にしようかな。なんかちょいちょい音するのが怖い。いるんだよね誰か。何、またスルーした？私アンさん、ごめん。ごめん、本当に別に対はなかった。逆に目覚めちゃう。どこか分かんなくなって、ここが来たのか。ここから来たから、ここを抜いて、ごめんね、今ちょっと非常に考え事をしてたわ。だからこっち、こっちじゃないんだ。あ、ケイさんおかえりなさい、ありがとうございます。ここを刺す？あ、間違えた。今はなんか変なタコみたいな敵を倒して、なんか、いや、こっちから来たな。こっちから来たよね。見てないとこどこ？待って待って待って、謎解きすぎんか。これがあっち開くんでしょ？こっち開いて、ここ、いや、ここはさっきのとこにつながってて。アラマさんが切れてゾンビにパイプ投げたところ。そんな、クイーンとキング、これどっち？これがクイーンプラグ。キングのプラグをどっかから、じゃあ見つけないといけないんだ。みんなも一緒に考えてね。で、あそこの部屋にもう行きたいよね。
キング探しましょう。キングこれか。いや違う、これスパークショットだ。見たやつだな。こっから10分は進まないな。ね、刺してキングを探しに行くしかないんだよね、多分ね。で、ここにも必要だからまだ早いと。何？なんか落ちた音したんだけど。あ、ある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 、あった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 。これキングでしょ。はいはいはい。ちょっと怖いんだけど、いる誰か。よいしょ。いやただいまナイフを常備しております。やばいやばい、これ言ってたやつだね。後ろからやってた方がいいよって言ってたやつね。でナイフを回収します。こんなファンは嫌だ。ここに刺せばいいのかな。ここって取っていいのかな。これで2つ揃った。あ、なるほどね。謎解きの時やめてほしい。考えられないじゃん。ただでさえ考えられないのに。待って、ここがクイーン。クイーン。何？早見沙織に声似てる？第一人称？似てる人の中？その中に。待って、どういうこと？どういうこと？え？スパークのとこを行くためにはよ。あっちを開けないといけないのか。あっちってさ、ちょっと待って、ここを開けてクイーン。落ち着け、落ち着くんだアンさん。あ、これできる。え、だってさ、え、そう、早見沙織さんの声に似てたんだよね。でその中に私、おお、ターゲットに電極を刺して連続的に放電する。放電は L2 を押し続ける限り継続され、構えをやめると中断される。強そうだけど、え？泣かないで。そんなに？ごめんごめん、私が多分スルーしちゃったんだよね。なんかもっとちゃんと言ってたんだよね。これを？え、でも7ってあるじゃん。7あるってことは、まあそうだよね、無限とかはないよね。意外とサクサク、サクサクかな。まあわかんない、サクサクな方かもしれん。でもまだあるな。え？まだある？でもここってさ、あ、違う、プラグを集めないといけないんだよ。あのプラグを持ってかないといけないんだよね。そっかそっか。ここ取って、で、回収しないといけないんだ。
私の時は自然に流れてきてたから、それで聞いたら声が好きだったので現在に至る。いやありがとうございますね。でもみんな結構あれかね、多分声が好きでって言ってくださることが多かったかな。ありがたいことだ。でここ取って2つ回収して、え2つ回収できるこれ。1つしか回収できんくない？これ2つ回収できるの？あ、アイテムボックスに追加ニードルカートリッジありましたね。俺の肉片食って元気出せよ。怖い怖い怖い。落ち着く声。ありがとう。癒される？ありがとうございます。リッカーやだな。え、これ2つ持っていけなくない？持っていけるのかなこれ。ここ開いたとしてもクイーンを持っていけないんだよね。あ、ここを刺してはいはいはい、はっはっはっは、なるほどなるほどなるほど。でここを回収してこっち行けばいいんだ。そしたら帰れるよと。はあ、よく出てるわ。よくできてる。でこれ2つ回収したもんね。オッケーナイスゾンビいっぱい落ちてるから肉片には困らない。確かに。で腐ったに、オッケー、これでバッチリ。よし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 、進んだぞみんな、ようやく。はあ、ナイス。さすがロ、ありがとう。だいぶ迷ったね、主に私の方向音痴のせいで。いやほんと、うわー、待って、ここもまた出てこないよね。これやるか。そしたらここにもなんかあるんだろうけどね。ここほんとに黒い。まだいる？7分しか経ってなかった、イエーイ。まあまあまあ、およそ10分間おつわろということでね、ありがとうございます。いる？これってさ、あそこ通れんだっけ？待って、あいつ生きてんね。こっち行くか。え、あっち側行かないといけないのかな。行かないといけないっぽいか。やるか、やれるなら。あれ、生きてない。え、生きてるよね。ね、生きてないの？死んだふり、ほんと嫌。待って、ここいつも迷子なる。え、どこ行くんだっけ？こっち行けない？
っち行けないとこか。行けなかったわ。倒したやつか。なんだなんだ、銃もったいないことしちゃった。なんか声がしたから生きてんのかな思っちゃった。こっちでいいのか普通に。あれ上がれない、上がれた。アイテムはなんかどっかにあるんでしょうけども、いや。ねるゆめさん、そろそろ勉強するんで落ちます。えらい、頑張ってください。勉強ありがとうございました。おつあろです。なんで、ちょ待って待って待って、なんで私降りた今。なんで降りた、なんで降りた。英語の課題やらないといけないんじゃないの、大丈夫。突然的にさ、突然的に落ちちゃった、落ちちゃったってか降りちゃった。でもどっか行ったかな。ねえ、どっか行ったっぽい。え、でも落ちてよかったのか。待って、また迷子なってる。迷子だって、迷子なってる。私の配信面白い？よかった、こんな迷ってごめんね。もっとね、私もサクサク行ける予定だったんだけど。ここ落ちていいのか。あれ？落ちてよかった感じ？メイゴ。すぐメイゴなる。いやーい！ちょっと待って、来てる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 。今なんかマップ見ようと思ったけど。待って、回復。オッケー。ねえ、はしご登るんだよね。テンパっちゃった。はしごは、あった、これだ。ふぃー、ナイスー。スパーク使えばよかったですね。結局使ってないな。で、セーブしに参りましょう。スパークなんちゃらの出番だれ。こっちで合ってる？いや、とりあえずセーブできればいいんだ私は。一歩一歩進んでいこう。次スパークなんちゃらしようか。なんかニキビ潰した音みたいで気持ち悪い。まあ確かにね。で上がって、上がってで、プラグでね、扉が開けるようになりましたよと。私また行き方が、あの三角のとこに行けばよかったんか。三角のとこってどこ、どうやって行けたっけ。
やっとちょっと覚えたと思ったんだけどな。これって上行けた？下だわこれ。下だった。あ、でも三角のとこあるから、三角のとこから行けないな、ここ。戻りまーす。え、プラグもう一個ある？あ、なるほど。橋動かすプラグも必要なんか。ありがとうございます。また行き来するとこだった。これを取って、え、じゃあここ行けなくなる。そう、迷子ね。迷子って出ちゃったのよ、口がポロッと。迷子ね。どっからのが近いのかな。ここは？そう、迷子の迷子のアロマサウナですよ。まあ迷子なんですけど、ここじゃないね。え、ここじゃなかったよね、確か。で、あの三角のところは覚えたの、教えてもらったから。あの三角のとこに戻りたかったの、私。だって警察署ですよね。ですよね。やばい、エレベーター2箇所でさえ覚えられない。はいはいはい、そうだそうだ。だってこう地下のとこにつながってるとこ。で、こっち側ね。あれ、反対側だった。それさえも覚えられてない。ないオッケー。で、じゃあ戻るのか。下行っていい感じか。こっち側で、プラグ取った。迷子ってすると可愛くなる。じゃあ迷子にしちゃう。結局下行くのか。で、右側行って か、おめえ迷子か。あ、迷いちゃん可愛いよね。化け物語の私はガハラさん派。ガハラさんのね、ロングが一番好きだったな。孫悟空か。待って、ここ思い出してきた。ここさ、何もないとこじゃない？ここ何もないとこだよね。おめえ迷子かって、孫悟空か。そっかそっか。さまよい続けたくないけど、時にはさまようことも大事だよね。そう、私はそういうことをみんなに教えていきたい。教えていきたいとか。こっちじゃない、下の方か。ここみさん、学校終わった、こんにちは。ありがとうございます。お疲れ様です。学校、学校も大変だよね。ありがとうございます、来ていただいて。今はちょっと迷子中なんですけれども、やっとプラグが揃ったのでね、進めていけるんじゃないかというところですね。こっちでよかったのか。じゃあ本当に完全に戻るって感じ。
いや、行けなくない？ここ。あそこ通れなかったところだよね。待て。え、いよいよ私わかんなくなったんだけど。え、3つの部屋行ったよね。ここからどうやって戻ればいいんですか？皆さん。ここからどうやって行けばいいの？さまようアロマが現れたよ。みんなのお力が必要だよ。裏の世界、怖いな。え、ここからさ、プラグある部屋、プラグある部屋、プラグある部屋まではどうやって戻ればいいんでしたっけ？そう、メイゴはもうなんかね、私がね、間違ってメイゴって言っちゃったんだよね。迷子をね。迷子だけど。壁をぶち破ってて泣けましょう。無理でしょ。え、だってさ、さっきこっちも行ったじゃん。で、こっちも行ったんだよ。あ、だから本当にこっち戻るのかと思ってこっち行ったけど、こっちでも違う感じだったじゃん。ここ？待って、みんな教えて。待って。わかる人、わかる人。三角屋根のとこまっすぐだよね。仮想に行かないといけない。そうか、あのね、この仮想のまっすぐ行った先っていうのはさっき覚えたんだよ、なんとか。で、今上層いる。ここで迷子を克服するんだ。あー、克服したいね。克服したいけど。でもさっきここ降りたら、ここが閉じてるから行けなかったんだよね。こっちに移動しないといけないのかな。ちょっともう一回戻るか。マジでマップやばいよ。いや、そうだよ。だからここでこっち側がさ、こっち側って行けないんじゃなかったっけ？そう、ケーブルカーの乗り物で、あ、でもモニター室行けるのか。いや違う、そう、あそこが閉じてんだよ。閉じてるから、そう、ここの選択肢はないんだ。ってことはもう自動的に、あの警察署への入り口と、警察署への入り口がどっちだったっけ？がこっちだったっけ？穴抜けの紐欲しいね、ほんとに。こっち警察署？向かうところっぽいね。あっち側に行くしかないのかな、じゃあ。え、ここがさ、ポケモンの世界だったら間違いなく私穴抜けの紐使ってたよ。で、これで下降りるしかないのか。で、降りて、来たね。
で、ここだ。やっとたどり着いた。マジ長かったな。ごめんみんな、お待たせ。やっとたどり着けそう。そう、ドラえもんいてほしいな。でもみんながさ、ドラえもんみたいなもんだから。やっと戻ってきた。で、これを組み合わせるか。お、レイさん、マイクがいるな、めちゃ気がくあ、違う、待って、ひろっちさん、ちょっと予定があって外してた。あ、おかえりなさい。とりあえずセーブしますね。はあ、マジでさ、申し訳ないんだけど、ほんと方向音痴だけはさ、直そうと思っても直らないんだわ、これ。あの、ひたすらね、ループするしかないの。ココミさん、ちょっと席外します。はい、いってらっしゃい。ルークはナイトと同じ壁面だったはず。これがクイーン。これ何？これルーク。これはキング。あと残りは、これは、さあみんな、また謎解きのお時間だよ。ビショップと、ウィリアム、私はまだ編集を2回残しています。これがポン。これもなんだろう。でも荷物がいっぱい。とりあえずさ、ここになんか書いてあるやつ刺していけばいいんかな。いや、そうでもないのか。そんな簡単なことはないのか。これ何？丸いね。丸いやつ。ポンかな。ポンって書いてる。なるほどなるほど。ポーンの位置は確定している。つまりあのメモを、メモ通り。ああ、これ大間さんか。ナイト。性格と喋り方が一緒で、なんか本当に昔の好きな人とよく似ている。方向音痴具合が。待って、ここも決まってそうじゃない？ナイトね。ナイトとポンは決まってる。で、ルークはナイトと同じ壁面。ルークはナイトと同じ壁面。ナイトはこれ。ルークはナイトと同じ壁面ってことはこっち？ルーク。で、ビショップとクイーンは隣じゃなかった。え、クイーンとルークは向かい合っていた。ルークがこれだっけ。あ、違う、これ違う。クイーンと、クイーンとルークは向かい合っていた。同じ壁？あ、同じ壁！あ、壁面ってそういうこと？じゃあ違うわ。じゃあこれじゃないんだ。同じ壁面、こっち側ってことですね。クイーンとルークは向かい合っていた。同じ壁面のさ、意味が分かってなかった。向かい合わせなのかと思ってた、壁面って。向かい合わせないのか。ナイトと同じ壁面で、で、ルークはなおかつクイーンと向かい合っていた。ビショップとクイーンは隣じゃなかった。
クイーンとルークが向かい側。クイーンとルークが向かい側。ポンがあるので向かい合わせにできる場所も決まりますね。クイーンとルーク、この謎を解き終わったら一回休んだ方が確かにね、夜控えてるから。え、待って、これなんだっけ、これポーンか。え、 P だよねこれ、ちょっと待って、だよね、ポーンだよね。意外とね、私がさ進まなすぎてね。クイーンとルークは向かい合っていた。向かい合えるのはここしかないよね、真ん中しか。で、ルークはナイトと同じ壁面だったってことは、もうルークは間違いなくこっちなんだ。で、クイーンとルークは向かい合っていた。つまりクイーンはここと。ポンとナイトの反対では向かい合わせにできませんよね。ポンとナイトの、ポンとナイトの、待って、私も頭がパンクしてきた。え、真ん中じゃないの？ポーン、同じ壁面のポーン。これがルークで、これがクイーンだよね。クイーンの隣じゃなかったんだよね。クイーンとルークが向かってた。クイーンはビショップと隣じゃないから、ビショップではないんだよ。ビショップではないということはキングで、これか。これでどうですか。来た、結構迷っちゃった。ありがとうございます、ちょいちょい頑張って。シェリーもだいぶ時間かかったよ、シェリーちゃん来るのに。ちょっとここでやめるか、もう意外と2時半だもんなね。ありがとうございます、もうすごい時間かかっちゃってるけど。ああ、でよし、セーブしましょう、セーブしましょう。で、これビデオテープね。よし、マップがね大変だね。まああと謎解きがちょっと。よし、無事にセーブしました。多分シェリーちゃんをね迎えに行ったらまた時間かかっちゃうから、そうね、今日ここら辺でやめといて20時半に備えるか。今そうだよね、2時半だもんね。あー、そうしようか。何シェリー、私もはや忘れられたでしょこれ。忘れてないよ、忘れてないよ、シェリーちゃん可愛いよ。でもなんとか謎を解きまではいけてよかったですね。ずるしてた？
結構頑張って拾ってるつもりだけど、そっか、気をつけるね。ね、仮眠取りたいね。ちょっとお尻が痛いわ。椅子に座ってて。次は、20時30分からとなってますのでね。ぜひ皆さんもね、休憩挟んで、また見に来れたら来ていただけると嬉しいですね。あとなんか言うのあったっけ？ないかな、とりあえずは。大丈夫そうかな。ね。あ、ご飯食べるわ。ご飯忘れてた。お疲れ様、ありがとう。ごめんね、迷っちゃって。結構一番今回がグダグダ回だったかもしんない。すんごい方向音痴が発揮しちゃった。ごめんね。まあ、その中で、あの、グダついてる桜のアロマを楽しんでいただけたら。ポンアロマを。はい。絵描いて完成させておく。ありがとう。楽しみにしてるね。お疲れ様。みんなもご飯食べてね。ちゃんと休憩してください。ありがとう。ありがとうね。夜も頑張る。ありがとう。よし。ということで、一旦、本日1回目のおつわろうとさせていただきますかね。ちゃんと休んでくださいませ。ご飯食べて休憩しない。ありがとう。ポンワロプラスメイゴね。そうそう。夜も頑張って、ありがとう、頑張ってください。お疲れ様でした。ありがとうございます。もう本当に鏡さんにもね、いろいろ、ご指示いただいてね、助かりました。楽しかった。ありがとう。ありがとうございます、おつわろう。じゃあ、おつわろうタイム、行かせていただきますね。よし。行くよ。はい。おつわろう。みんなも休憩してね。